クパクパマンコです、イエーイ。これで満足か。さっきあのうんこしとったんやけど、その時になんかね、おもろい選手とかね、監督おらんかなと思ってボックスバーで見よったんやで、あった、ディズニーランド。やばくない？これ、これ、ウィニングイレブン2020で圧倒的な存在感を放っていたろう！スリーセンターワードのようなものでございます。はい。サイドのところがね、若干ひよっちゃってるんですよね。トーマンなのここだけなんですけど。まあ、でもよ、バールのようなものと原理に関しては一緒やから。まあ、おそらくウィニングイレブン2020の時の 3CF と同じだけの破壊力を秘めているだろうということで、今回はこれ、これ、アイコンにも起用されているウィーレコ3機をぶち込んで試合していこうと思います！なんか、頭が、何か忘れてるよ。気のせいか。まあ、でもこのスカット中盤と隣のフォワードの勝者リップリから考えて、まあ、それぞれのフォワードがまあ独立して戦うことになるやろと。まあ、小豚みたいなもんですね。まあ、なので、まあ、俺のプレイスキルっていうところがまあ試される陣形になっとると、やれるのか。令和チャンネル。無理だーまあ、こっちは前回の試合でね、レーディングアップル持ってかれて、1190人まで来てるんで、1500これで乗せてやろうと思います。ちなみに、ユニフォームにはユベントスを採用。なぜかって、これで総合尺が3人揃うわけだ！これやばくねおい！もう気分は武藤遊戯は見、我が名はアデムって感じでやってきたと思います。じゃんけんポン！おお！まあ、センターバックの不調はオザンカバクでなんとかかわそうして、相手は4312、おいおいおい！こんな普遍的なスカッド一発でぶっ壊してやんよ。いいか、サッカーというものはな、集団でやるもんじゃねえ、個でやるもんなんだよ。そして練習でのおにぎりだ。間違いねえ、行きましょう。フラッシュボードドーン。まあこれセンターフォローの方々が休んでいただいて、守備は中盤ディフェンダーで頑張る。叩きてるよ。あー、フォローサイド絶対。しかも、怖っ、危ない。おい、主審一刻どうか、ちゃんとタイミングで鳴らせや。俺の心がキュッてあれだろうか。ペトロチェフ前行ける。で、ラッシュフォードがヘディング。あー、速い、高い、なんとかならんか。いやー、これいけるいける、メシメシ。なんでその一人とかついたボール行こうよ。なんで、ユベントスのセンターバックさん先行ってくださいじゃないよ、お前そこは。なんであいつ一人でブレーメンロードやってんの、お前。横通り過ぎりゃええやん。クラッシュフォード、クリオナ。あー、でもこんな低い位置をクリオナ見てください。ここのディフェンスに関しては、ライカウト、そしてカマミンガを中心にやっていただきたい。一発誰か突っ込んだところでパスコースを切る担当。お、残価爆高い位置いいぞ。で、こっからクリオナ。そして、カマミンガ若干高い位置来とるか。ライカウト高い位置来とるか。ここでしょ！スリーフォワードが一気に高い位置を取っていく。こっからリオネルメッシが一人ダブラッチ抜いていくわけよ。ダブ、ダブ、あ、入浴剤。だがしかし、マイボールだということは、こっちの勝ち。実質抜けてみたらもうよ、こんなもん。選手出してやったぜ。ここでライカルトが、これでる。ロード。今のやつこっち一緒だ。俺は圧倒的コンボ。お前らそれぞれが独立優軍、非人隊という自覚を持ってから頑張ってやるけど、お前らが仕事せんかったらこの軍終わりやからね、言うときの。ラッシュ戻。ライカルト、これ縦切っとけ。したらな、勝手に戻ってきたボールを拾えるから。見ろよ、ほら、アーノルドボールが出会い系サイト。ここ、ライカルト立てます。で、メッシダブルタッチ。いや、さすが自動的にダブルタッチを拒否した。クリロナ。じゃあ、カラエッチ。マジかよ、しこることさえできない。やばい、火が出る。あ、赤みがありがとう。手の代償としてボールゲットしたライカールドじゃなくてガラッシュフォード。メッシ、こ、ギリ起きてる！ユーエロスピード！見てー！目の前に人が！やっぱ一人でバンバン抜いてくってなるとやっぱ難しいな。複数抜かないかんくなっちゃうから、それが難しいね。俺も一日一回しか抜かんからやっぱ難しい。オッケー！ここはバナが通ってないけど、マイボールということでよろしいですか？メッシさんダブルタッチお願いします。落として神が、立て！ロナウドの位置パンパンに張ってる。いけ、立て！いや、押してほい！何そのバス！いや、でもね、このスカットの詰めしっかり分かりました。おい、出てこいや！フライフ。はいはい、カバクバン。いや、さすがにこれ前半終わりかな。前半終わりやんな。前半終わりよ。前半終わり、前半終わり。前半終わり。な、それ何？もうどういうこと？え、人はどこ行ったん？あー！やっちゃったか！お前がってことなんてな、老人ホームで喧嘩で1位になったみたいなもんやから、ボケたチーター倒しただけやから、調子なんだよ！そしてパンパンに張ったロナウドが結構不利やから、そこでもしっかり見つつやっていくっちゃないね、これね。お前は分かってないな、人間の底知れゾウってやつな、見せつけやるよ。ほら、ゾウでパンチしてるマジで、ライカールド、コサイド、ここ、ロナウド、よく走った。で、いけないや、いけると思ったけど、あえて中蹴りません。こっからロナウドが一人で行っちゃう。そういうサッカー教師いける、うわいいんだ、やりたいサッカーご利用せ。しょうもないプレイはさっきので最後。つまり、こっから次お前が手の道具がないです。こっから次は俺がずっとのだ。メッシ、ここ。いや、相手のラッシュほど、ここロナウドがしてくると思わせて、ロナウド使うと思えろ、あえて使わんのよ。ラッシュほら一人で行って、いえなんかその、外の距離感がなんかすごい遠いから、そのサポートがあんまり望まれかじゃ、この、救いかない感じ、このなんか名称とどんなっちゃう感じ、厳しいけど、それは逆に言えば、この距離感空いてる、つまり、ドリブルで一人飛ばせば、もうそこには、広大な施設グラグラ頑張ってる。なあ、もうなんで、神がよく、ありがとう、出して、ずれてる、絶対。ワンパー。ラファエルバラ釣れました。バーカ、おい、ふざけんな、お魚。いや、いいところにライカールト、お前ちょっと一緒に使わせてもらっていいか。こっから先はメッサに広いか。やばい、ラストボード、気持ちいいですね。あー、ラスト、ダーバー、はい、撃てるよ、事故で来た、死ね、いや死ぬよ、俺撃ってくれ、もう押し倒したらやれみたいな状況だった。そこで頑張れたかちいちゃん入ってないか。なんだここ、お、そういうのはラッシュほど向けちゃう。お前の圧倒的な攻撃的だよ。攻撃が撃ち扱ってみりゃー、バカ野郎がよー。お前なんてラッチョのさ一人でラッシュが入っちゃうから。これ二人三脚して、あとじゃあ運動会開始、よっしゃー1位。まあ周りと競争して倒すっていうよりは、それぞれこう爆破させて倒すっていうのがこのスカットの正しい使い方やったってことだ。
ミン。オッケーオッケー、開幕で点取れて嬉しいな。でもそんな運ゲーと一緒から、おいボール取れ。カミンが一回な夜中入れちゃいます。一気にサイド、リオネル・メッシのこの位置見てください。この姿の粒が出ている。いいドリブルだ。ラッシュード、これ抜けてきた。クリスタルロナウド、スペースがあるぞ。ロナウド、お前のキャラ打てるよな、入るよな。ラッシュード、ロナウドってやめるやつやな。これがクリスタルロナウド。あー、ぐる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 、うーん、うこぶりー。ほらほらほら、運ゲーで点取っただけで気持ちよくなってるか。こうなるんだお前、うつつ抜かせたらお前勝てると思っちゃったら、高レートなめんな。高レートのゾウ恐ろしいぞ。マジでいつでも狙ってるぞお前の国元。ここでしっかり相手からボールを奪い取ってカウンターすることができれば、これワンチャン彼女じゃないの。これあるよね。ハイカルド、バラン、いける。オーケーオーサイド、アドミンもやるよ。30分しかない。うざ。正直攻撃に関しては結構うまいことやりとったんやけど、守備頑張ろうって。カングレイ1373、はい。さっき失ったレーティングに関してはこいつをぶっ殺して取り返したいと思います。レッドゴー、おっぱいですなー。これさっきの試合でよう分かったんやけど、両ウィングがどんだけなんか張ってからガンガン突破できるかっていうところにかかっとるから、これは非常にありがたい。マジでうちのスカットの罪ガンガン出るぞ。はい、そっちスリートップで、でもそのスリートップもぎだわ。さあ、というわけでこっちは両ウィングディアブロスで相手ぶっ刺していきたいと思います。カマミンがようボール取った。立てメシ落とせ。そう、そっからラッシュボールがボール持って減速。そしてカマミンガから、あのリオネルメッシ誰にも止め、止め、ドラードラー。赤バクこれ叩き、オッケーオッケー、もう目の前に私、素晴らしい。そう、しっかり前に戦ってボールを奪って、それがお前らの役割や。さっきみたいに透明化すんだよラッシュボール。これ一回そっち、待って、分からん、ちょ待って、もうラッシュボールが自動動いてる。あー、もう自動ラッシュボール、あー、すごい。ラッシュボール急に自走り、あいつもう自走落ちんぽや。マジでもう俺の言うこと聞かないけど全然。アーノルド中にいて、ライガード、うん、あ、待って、なんかアーノルド、待って、おつけ、落とす、何これ。まず戻ろう一回。そうそうそう、まずは陣地回で落ち返ってから、そこで手洗ってからまた出かけると。カマビンがメッシ行ってんじゃねえかよ。スリートップってこうだから怖え。何こいつ動く壁きっしょマジで。なんか中盤で2枚折ってから5バックやから結構守備硬いな。オッケーいけます。でなおかつこっからのカウンターの破壊力たるやって感じ。メッシが下がった位置で、そっから縦パスで、これラジボで確実通ります。でいいとこカマビンがだけのクルーは一気に使っちゃう。聞こえた、こっち来たやつ。で、全部読まれた。もうすぐ読まれちゃったらやばいちゃうんだよ。マジでもう鬼滅の刃ぐらい。すぐ読まれた。やばいなやつ。ビアランがボール取って、やめろ！おい、遅かれ！なんやこいつ、福江。野生のシーフ出てきたんやけど、モンスターボール捕まえる誰か。なんかとこ。はい、で、カウインが縦パスを入れたいと思うんですが、あの、パンパンにやっとるの見てください。もう、こっからどうなる？どうなっちゃう？こっちはごめんや。逆。素晴らしいプレーですか。こっから、エッジターンで変わる。いや、完璧バレ絶対そうやろ。なんでや。いや、まずこっちはエッジ中断されたんですけど、あー、変な時計じゃだ。そんな無理だろ。ワンチャンある。マルディーニ。お、打てるぞこれ。マルディーニ、打てるよ。絶対いける、絶対いける。マジで。ほらーやばくねー。で、ワンナイトライブかましたんですけど、ナイスカット、いいぞ、ラッシュフォード。ここ、いっちゃ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 って、リオネルメッシダブルタッチしない。ならサイド流します。アーノルドから一気に。あそこにラッシュフォールとかいうバカがいます。そのラッシュでボールを渡しましょう。するとどうでしょう。ゴールが手に入ります。ゴールが手に入らん。はい、というわけで前半終わったけど、このスカット強くね。あ、しかもやっぱりその距離感がバーって離れてるから、俺みたいなあんまりドリブル得意じゃないやつでもうドリブルがしやすいわ、若干。深夜のイオンの駐車場で車運転しようみたいな感じ。なんかスペース空いとるからドリブルめっちゃしやすいわ、なんか。で、ラッシュいける。うわ、高さが足りない。マリディに、ここで、もうマリディに当たるのがシュート打つのバレてから、ライカールと、あ、クリロナ？ラッシュかあれ。うまい。パスがチンチクリン。なんとかジョー・ゴメスを一人倒すことができたけどな、あんまりなんか有意じゃなかったな。フォファナ、ライカールと盾を、あー、ライカールと盾、いやー、カマウィンがそこボールいかんと、よお前何度目立っとるか分からないの。それに関してはカマウィンが一回戻って、ビエラね、うん、ロナウド打たれる。危ねえ、なんとか噛みつくった。よーし、チェフがちゃんとゴミ収集。ここでボールを持ち次第、私はこのパンパンに張ったリオネルメッシを使い、そしてどこにボール出すか。なるほど、インナーラップサイドバックを貸したアーノルドの、このパス素晴らしいパスだ。で、落としたラッシフォードと、ロナウドの入ってくる感じでシュート欲しい飯待ってよーすごいことになっちゃった。あ、取れちゃうこれ。ありがとう、カンテナトのダブルタッチ発動。で、ここで、いやー、お前マジか、取っちゃうかそこ。いや、それ取り返せんかったら厳しい。ライカルト。ここで横たわり。ナイス、横たわりじゃなかったといい判断だ。ライカルト。ロナウド、何このクソパス。でも結果的にめちゃめちゃ往来な件についてありがとうございます。いや素晴らしい、これ剛速球からのスローボール、相手は完全に攪乱されてしまったと。でガバガバになったところでゴールをぶっ刺すっていうね、そういう作戦もできちゃいます。うちのスカットバランがバーン、うらセンターバックいっぱいいるからな、バンバンぶっこんでいいんだよこんなもん。俺たちはみんなトスパンゴだ。ライカールとここ、はい、カマインが縦に絶対人が、あれボールがない。なんでビラのところに集中されてたんだけど、いけ、よし、いいバックだ本当に。ハイスケベ代表カマインが、ちょっと待って、やめてやめてー、ありがとう。そしてゴールキックはどこに蹴ればいいですかと質問来てお答えしましょう。それはクリスタルロナウドです。まずクリスタルロナウドに胸取らせます。失敗しました。カマミンガがここで拾えば何の問題ない。問題あり。これはですね。いや、来る！打たれたら終わるんだな、これ。ありがとうございます！トライアングル完成！あー、終わった。
怪しいでござるが、しかしまだ1点リードはあると、このリード広げていきたい。メッシダブルタッチ、角度を作ってこのパス、えぐすぎ。ラッシュもラッシュも書いて隠しておやじサプラー、リアルガチ実写動画ステップ、マジテンション上がっちゃうんですけど、すごくない、あれマジで。あ、これまずくね、ホーランドくれくれ、オリガーワウィングやばくね、バックの名人だけどお前やばくね、俺のお父さんみたいな、あいつね、バック注射クソお前の、ライフ頼ます、ここよし、こっちで、ちょっとメッシが下がっちゃってる、これ行こうぜメッシ、ドリブルしよう、ドリブルしよう、え、ボール持ってる、親指に見えない、あ、持ってなかった、はい、強い。あー、いやでもね、この姿ね、実際ちょっといいわ。いや、普通に強いわ、マジで。あ、ディフェンスが十分叩いてるところもあるんやけど、でもその3トップの距離離れとるから、なんかね、この辺のパス交換が全部フライスルーパスぐらいの破壊力を秘めてるみたいな、合法フライスルーパス出し放題やから、これ意外と強いかもね、マジで。で、この順でやっていくんですけど、お、みんな揃って斜め上。何これ?あるある探検隊みたいなの取るの。やべえ!やべえ!マップが前向いちゃう。オッケー、そこで軸足でしてくれ、助かる。オッケー、フォファナも軸足に当てていくって感じで、軸足で勝負は勝利。ボトマン、ここ。一気に食い込んでよくない?これだって前来てるもんな。いけるよ!あとはだってもう早かったら勝ちだから。なんだ、いけるいける。いや、スピードがあるのがお前の魅力の一つやろに。出しちゃったよということで、ジェラード、これ戻れる?うばらん!かー!よく足出した、素晴らしい。いや、あそこで思考踏めるか踏めんかで、センターバックの質大きく変わってくるからな、マジで。ライガルド!うっ、パパチューが魚になってた。テューが自らお魚にするまで頑張ってくれたことで、はい、ということでクリロナのやっぱりこのヘディングでいっぱい返すと、でジラーと縦パス、いやいや逆サイド、ここのメッシ一回使い、したら開くから、ほらリオネルメッシのパスやばくね、でロナウドが絶対開くよ、ここ確定やから、いや確定してたから、うわうぜえ。デルビエルね、ドリブルしていきそうな顔、ラッシュ、あー無理か、匂わせられた。ジェラード垂れ切ります。ここはね、もうセントラミトリでパーン、これでオッケーよ。センターバックはあくまで足止め潰すのはここの仕事。ラッシュボード拾った、一発ローナ、くぅ、やっぱなんか理不尽抗議したくなっちゃうわけですよ、この人権の魅力を伝えるために。ライカールド、ここ行かない。バランバランだー、バランバランバラン、裏こかりまくり、フォアがなんや、そのなんか踏ん張りだったら、ナイスお尻、いいうんこ、いい踏ん張りだった、結果でうんこ出せました。ライカールド、ここ頼ます、いけるな、リオのメッシ、お前はスピードドリブルスイッチ全てからここから突っ込んでて出すと思うや、ダブルタッチ、うぬけ、ぬっちゃっちゃっちゅ、ぬっちゃぬちゃ、もう一回、ちゃんと落ち着いてからパス出すとこなんてる、こいつ冷静やな、それ冷静なやつ嫌い、ほんまにお前みたいなやつ嫌いは、もっと本能型でサッカーしてくれよ。ライカルド戻すで、そーりゃ、ダッシュいける、さすが王じゃなくない。これまずはパンパンメッシが足元押さえて、そっからライカルド使うと相手は思ってるわけよ、やからライカルド使わないね、アーノルド、ライカルド、そういうこと。ここでメッシが下がる、ライカルドが縦に行き、ラッシュ元からこっち、ロナウド入ってきたんだよ、いやいや、ロナウド、ロナウド、ロナウド、きた、センターフォワード3人だけの力じゃ、奴の陣形を突破することは難しい。こんな時によ、この三人と同等の力を持った、そんな男は、いてくれよ。ようやく俺の出番のようですね、レイマさん。その声は、まさか、プレイヤーパック、アイコン、アイコニック、すべて一等星、ウィリアム・アンブラザー史上最も可愛さの男、アルフォンソ・デイビス!欠けていたピースが揃いましたということで、このアルフォンソ・デイビスがサイドバックで上がってくることによって、攻撃の厚みが増して、絶対不可避の速攻生まれます、マジで。分かっちゃったよな、さっきのプレイで、マジで。やめて!もっと、ああ、やられた、あら、って危ねえ、お互いバー一発ですね。あれ、アルフォンソ・デイビスが入ってくることによって、サイドで絶対崩せるという陣形できるから、ジェラード、クリロナ、で、このボール持つやんで、ここでね、あのなんかアルフォンソ・デイビスが来るの待つわけ、ロナウド使って、したらこれ出すやんで、ダブルタッチ一人の環境。エッチッチの G? 壊したいけど壊せないみたいな時間ついとるな、もどかしいな、ボトマン。いや、体打てるだけじゃダメだ、しっかり拾いきれ、ナイス、アルフォンソ・デイビス、よう拾いました。この守備力があるからこいつはたまらない。そしてアルフォンソ・デイビス上がってこい、で、その間に逆サイドからこうやって上がってこいけど、メッシ、ここ、ライカールド、一発ラッシュで、その後、おい、出すときしっかり気をつけろって。いやー、攻めるとなんなー、攻めたいなー、なんかうまく攻めたいなー。エンベロがヘッドしてきたけど、バランが古いんだけど、おかしい。ラッシュ、蹴っちゃやばくないか。いや、ほら、ラッシュボードおらんやん、これ、パス出したところで俺、難しいね、人生と一緒、パスコースを選択するのは。これね、アルフォンソ・デイビス、よっしゃよっしゃ、マイボール74分で15分で返せ、ぶち壊せ。まず下がってきたメッシで落とします、こちらアーノルド、一発ラッシュボードで、あー、もうパスなんか弱くね、もっとあいつに届いちゃうような強いパス送ってくれよ、マジで。もうよ、声張れ、パスも。ジェラード、ここサイド、いい、アルフォンソ・デイビス、こういうサイド上がりまとった、これで幻の4トップ完成すると、したらクリロナが中に入って、その中のクリロナがボールを持てない、パスずれすぎだろ、お前めちゃくちゃ下手くそ、テトリスみたいになっとるんやけ、これ。おい、アーノルド、頼むぞ。よう拾った。ナイスナイス、人を殺してナンバーのサッカー。おい、なめと、マジ。ここで一気にカウンターしたい気持ちをグッとこらえて、まずはメッシにボールを渡します。頼むぞ、パスをずらせよ。それだけでいいんだ。メッシ、ライカル、いやー、そこずれとんがな。にゃーだ、もうでー、
足元パスなんやからよ。なんでそうやってなんかその向いてる中で無理やり前向かすようなパス出すんかな。そういうことやめてくれよな。でこれアルトンデイビス高校ジェラードはいいぞクリオナやれる大丈夫。口から方向をさらまってるラッシュを落としてそっからジェラードスリップする。来たお前は終わりだこれで。よっしゃーなんでじゃあ決めろ行けラッシュ打て打てて、ね、ラッシュシュロスおれおれおれいっぱい足振ってるボール入るじゃんボケー。手続きか強そう。